チャンネル登録よろしくね。韓国関連チャンネルの愛花流です。コロナをきっかけに渡韓できない間、3年間かけて鶴橋の100店舗以上のお店を巡りました。今回は鶴橋おすすめ100選をご紹介したいと思います。道案内をスムーズにしたいので、鶴橋商店街、疎開道路へ向かう道、疎開道路、そしてコリアタウンの順番でご紹介したいと思います。JR 鶴橋駅の西口を出たところから鶴橋商店街が始まります。今回の動画では冗談抜きで100店舗すべてのお店の名前と推しポイント、営業時間や定休日など本当にたくさんの情報をギュッとまとめた動画になっていますので、ぜひ参考にしてください。1店舗目にご紹介するのは古京ポチャです。 JR 鶴橋駅から徒歩1秒で到着することができます。サムギョプサルや冷麺、カンジャンケジャンまで幅広い韓国料理を楽しむことができます。今から残り99店舗もたくさんの情報と写真、動画などでお店の情報や雰囲気などをお伝えしていきたいと思いますので、ぜひチェックしてみてください。こちらの鶴橋商店街の通りは韓国の市場シジャンに来たような気分になることができます。2店舗目にご紹介したいのはアワビ村というアワビ専門店ですね。アイクリューのおすすめはアワビサムゲタンです。アワビの内臓まで入っているアワビがゆなども食べれる珍しいお店ですね。次にご紹介するのはこの向かい側にあるソウル酒場です。こちらでは韓国の市場で食べれるようなチヂミやトッポッキなどを少しずつ楽しむこともできます。お店は2階もあるので、店内でゆっくりと飲みたい方にもいいですね。この通りはチヂミやトッポッキなどご飯類を頼む方もいらっしゃいますが、昼飲みを楽しむ方が多いかと思います。チヂミやキンパ、韓国おかずなど500円前後で購入することができるので、帰り道に寄るのもいいですね。次にご紹介するのは故郷一番街です。こちらでおすすめしたいのはスンドゥブですね。アイコリユーのオンマがよく言うのは、韓国料理屋さんで料理が上手かどうか判断基準になるのはスンドゥブということなので、皆さんもぜひ自分の口に合うスンドゥブを見つけられるお店を探してみてください。こちらではトマトキムチやカンジャンセウ、カンジャンケジャンなどを購入することもできます。韓国の店員さん方の声かけがあるので、本当にカンジャンシジャンに来たような気分になれます。アイコリーユは東京の新大久保にもたまに行くことがあるのですが、新大久保とはまた違った雰囲気が楽しめるので面白いですね。次にご紹介するのはお好み焼きタコハチです。お店の名前の通り、お好み焼きのようにチヂミを焼いて食べることができます。辛いものが食べれる方でしたら、のりわけ半島の旨辛キンパもおすすめです。日本人向けの甘めの味付けがいい方はキムアナの手作りキムチがおすすめです。左手に見えるテバッケというお店では、チョン、チヂミが売っています。アイコリエがよく買うのはチヂミのセットですね。右手の楽園では韓国のお餅を購入することができます。気づけばもう端っこのお店までやってきましたね。一番端は土井商店というお店ですね。こちらはカウンター式の席になっているので、一人で来た方にも行きやすいお店になっています。このまままっすぐ進んでいくと鶴橋商店街本通りの方に向かうことができます。こちらも長く営業されている岡村商店と豊田商店が営業されていますね。岡村商店では万能のヤンニョムが売っているので、ぜひチェックしてみてください。右手に見えるのは黄色の看板、豊田商店です。豊田商店の名物はまかない明太子です。こちら近鉄鶴橋駅の高架下にもお店があるので、気になる方は行ってみてください。昔ながらの市場の雰囲気を楽しむことができます。
韓国のソウル南大門市場などの雰囲気に少し似ているので、韓国ウォンマの情などを感じれる雰囲気感が私は個人的に好きですね。日本の魚屋さんではあまり売っていない手長ダコや石餅なども売っているので、韓国の食卓に並ぶような魚を食べてみたいという方にもおすすめの通りになっています。夕方3時以降になってくるとお店を閉め出すところが多いので、買い物をしたい方は4時前に行くのがおすすめですね。次にご紹介したいのは徳山商店の蒸し豚です。最近蒸したキャベツに蒸し豚を包んでサムジャンと一緒に食べるのがマイブームになっているので、もし試してみたい方はぜひチャレンジしてみてください。 JR 鶴橋駅の西口からここまでの通りが韓国市場の雰囲気を楽しめる通りになります。高架下を出たところにマンギョン食堂というお店があります。お店特製のハラピーニョハットグがおすすめです。このまままっすぐ進んでいくとダックワーズのユンカフェというお店が出てきます。朝の9時から夜の8時まで遅くまで営業しているカフェです。小麦粉を使わないグルテンフリーのデザートなので、小麦粉アレルギーの方でも楽しめるお店になっています。さっきの高架下から左手の方に曲がるとソウルというお店が現れます。こちらのお店では24時間釜で煮込むソウルロンタンを頼むことができます。今では各地にチェーン店がある伊調園もこちらにつらし店がありますね。どちらの方から行っても近鉄鶴橋駅の方に進むことができます。ここを出たところが近鉄鶴橋駅の東口です。ここを右手に曲がります。できるだけたくさんのお店をご紹介したいので、このルートになっている点ご了承ください。 JR 鶴橋駅から鶴橋の本通りの方に進むまではいろんなルートがあるので、ぜひ皆さんで開拓してみてくださいね。次にご紹介するのは最近新オープンしたソウルチキンですね。以前は中華料理屋さんがあった場所です。次にご紹介するのは韓国料理テジョンです。個人的にはやっぱりいつでもランチ価格で食べれるお店が嬉しいですね。ここのおすすめはテールスープと石焼きビビンバがおすすめです。おこげがついたビビンバはやっぱり美味しいですよね。あとは本当にこのまままっすぐ進むだけで鶴橋本通りに到着することができます。次にご紹介するのがエルビですね。ミョンドンでも人気な人気ファッションアイテムが多数揃っています。チャンネル登録よろしくね。では次に JR 鶴橋駅の中央改札から出た道で鶴橋商店街の本通りの方に進む道をご紹介したいと思います。先ほどの鶴橋商店街は韓国のカンジャンシジャンや南大門の雰囲気を楽しめるというとすれば、こちらは韓国の今時の雰囲気を楽しめます。20店舗目にご紹介したいのはカフェビンゴです。ラブリーモールの店舗の2階3階の方にあります。初めて向かわれる方は2階で注文して2階でゆっくりされる方が多いかと思いますが、3階に上がるとこのように広々とした空間があります。植物性の生クリームで重すぎずたっぷり食べれるこの生クリームをワッフルと一緒に食べるのも美味しいですし、フルーツたっぷりの韓国ピンスを楽しむのもいいですね。こちらの通りは韓国コスメや推し活などを楽しむ方におすすめの通りになっています。次にご紹介したいのは韓流百貨店です。新大久保や名古屋にもお店がありますね。鶴橋では鶴橋駅付近のこちらの店舗とコリアタウンの中にも1店舗あります。半地下のこちらのフロアには BTS グッズなどもあるので、気になる方はチェックしてみてください。推し活を楽しみに来ている方はジャンカラでカラオケを楽しむ方もいらっしゃるみたいですね。
こちら反対車線の方にも韓国料理店がいくつかあります。22店舗目にご紹介したいのはクイクイという韓国式の海鮮焼き店をご紹介したいと思います。こちらはランチ営業はなく夕方の5時からの営業になります。韓国式の貝焼きを楽しむことができます。ホタテやハマグリなどを注文して食べることができますね。貝を焼くのに少し時間がかかるので友達とゆっくり喋りながら飲みたい方におすすめのお店です。このまままっすぐ進んでいくと次に見えるのは K スターパークですね。韓国アイドルの公式アイテムを購入することができます。ペンライトや公式グッズを買いたい方にもおすすめのお店です。次にご紹介するのはデイリーヤマザキを右手に曲がったところにあるタモというお店ですね。駅周辺で綺麗めでゆっくり韓国ランチやカフェを楽しみたい方におすすめのお店です。価格帯も1000円台で安く食べることができて、いろんな韓国料理を楽しみたい方におすすめのお店ですね。土日祝日のランチタイムの時間は結構混んでいることがあるので予約されることをおすすめします。先ほどの道をまっすぐ進んでいくと丹波屋が出てきます。ここを右手に曲がるとシンジョントッポッキの店舗が出てきます。シンジョントッポッキはコリアタウンの方にもテイクアウトで楽しめるお店が1店舗ありますが、ゆっくりできるのはこちらの店舗ですね。日本人には少し辛いですがロゼラッポッキが個人的にはおすすめです。鶴橋には韓国ブランドのお店がいくつかあるので、韓国に行かずに韓国の現地の味を楽しめるのはいいですね。現在鶴橋のコリアタウンで楽しめる韓国ブランドのトッポッキはシンジョントッポッキ、ヨプトッポッキ、ジョーストッポッキがあります。こちらを右手に曲がると鶴橋本通りになります。次にご紹介するのはママカロンです。もっちり食感のトゥンカロンを楽しむことができます。自分用にもプレゼント用にも嬉しいですね。ママカロンのすぐ隣にオルレッケルというシジャンの雰囲気が楽しめるお店があります。土曜日日曜日は確実に営業しています。このまま本通りをまっすぐ進んでいくとアンクルボックスという公式セールイベントショップがあります。詳細はアンクルボックスとインスタグラムでチェックしてみてください。チャンネル登録よろしくね。今回はこのまま疎開道路に向かってまっすぐ進みます。向かい側にはハロードーナツというドーナツ専門店があります。コリアタウンを楽しんだ後ゆっくりカフェで喋りたいなという方におすすめのお店ですね。ウユドーナツがおすすめです。30店舗目にご紹介したいのはカルビタウンというお店ですね。鶴橋では珍しい炭火焼きのカルビを楽しむことができます。お次はお酒を飲みたい人に必見です。韓国料理屋さんで飲み放題ができるバングリもおすすめです。右手には最近できたニンニクチキンというお店もありますね。ここからの道路が疎開道路になります。疎開道路をまっすぐ進んでいくと大阪コリアタウンの方に到着することができます。現時点で3分の1ぐらいのお店をご紹介しました。右手に見えるのはハルハルという韓国ファッションショップです。20代から40代の華やかなファッションアイテムが揃っているので気になる方はぜひ寄ってみてください。この反対側には10代から20代向けの高速ターミナルというファッションショップがあります。こちらの高速ターミナル、今では鶴橋店、大阪の梅田店、京都河原町店、東京の原宿店まであります。アイクリューは4店舗とも全て行ってみたのですが、お店ごとに雰囲気が変わっていて、ファッションアイテムの品揃えも少しずつ変わっているので、機会があればぜひ皆さんも行ってみてください。最近の韓国のトレンドはリボンのデザインが入っているものが人気で、スカートやズボン、トップスやアクセサリーまでリボンの新商品がたくさん入っていました。トップスや帽子なども1000円台から購入ができるので、韓国現地で買うのとあまり変わらないように思います。
ここからは疎開道路沿いにあるお店をご紹介していきたいと思います。向かい側に見えるのは10円パンとトルネードポテトのお店ですね。こちらのお店では10円パンを作っている姿を見ることができます。大きいチーズが入っていますね。すぐ隣にはオープンから人気のノッテマレーがあります。こちらではファッションアイテムのヘアアクセサリーやスマホのグリップトック、小さいミニバッグなども並んでいます。韓国の東大門やミョンドンにあるニューニューのようなお店ですね。値段も韓国とあまり変わらないか、物によっては韓国よりも安く買うことができます。スマホのグリップトックなども品揃えが豊富なので一度見てみるのもいいですね。これからの時期暑くなってくるので髪の毛をくくれるシュシュやヘアクリップもいいですね。本当にこの 2,3 年で鶴橋のコリアタウンがガラッと変わったように思います。向かいに見えるのはセマウル食堂ですね。最近韓国でもいろいろと話題になってるみたいですね。個人的には鶴橋店もいいですが、京都の河原町店のセマウル食堂もおすすめです。皆さん鶴橋のコリアタウンといえば JR 鶴橋駅付近やコリアタウンだけを思いつきますが、アイコリア湯のおすすめはこちらの疎開道路沿いのお店たちが結構おすすめなので、この疎開道路を楽しんでくれると嬉しいです。次にご紹介するお店も韓国ブランドのお店ジューシーです。果物 100% の生フルーツジュースが飲めるこちらのお店、以前は新大久保にもありましたが、今日本で楽しめるのは大阪コリアタウンだけですね。春先はイチゴ、夏はスイカ、秋は牡蠣のフルーツジュースなど季節ごとに楽しめるジュースがあるのがいいですね。待ちに待っていた夏のスイカも解禁されたみたいですね。 JR 鶴橋駅から大阪コリアタウンまで寄り道をせずに行ってもなんだかんだ15分ぐらいはかかるので、途中でジューシーによってドリンクを買うことが多いです。最近は薬価クッキーやタンフルなども売ってますね。最近のオンマのお気に入りは目の疲れに優しいブルーベリースムージーです。アイクリアの動画を見てると最近ブルーベリー率高いなと思うと思います。すぐ隣は韓国ブランドのジョーストッポッキのお店です。ジューシーで購入した商品もジョーストッポッキの店内で飲めるみたいですね。ジョーストッポッキとデチョロペゴパ駅の間の通りを曲がりたいと思います。39店舗目にご紹介したいのは K-POP カフェカラーズです。 Mnet のボーイズプラネットでボーカルの先生に出てたイソくんも来たこちらのお店、ドリンクにプリントアートをすることができます。店内はセールイベントをしているので、詳細はインスタグラムをチェックしてみてください。今回アイコリューはアイコリューのロゴマークをしましたが、皆さんは推しの写真をプリントアートする方が多いですね。飲むのがもったいないぐらい綺麗にプリントされました。飲んだ後でも見れるように逆再生の動画を撮っておくのがおすすめです。カラーズを出て左手にまっすぐ進むと推し活のお店がまた出てきます。次の推し活ショップはぬいちゃんのおしゃれショップドリームファクトリーです。鶴橋の目的が推し活の方ならぜひ寄っていただきたいお店ですね。ぬいちゃんのいろんな着ぐるみがあります。 K-POP だけでなくジャニーズや鬼滅など幅広いジャンルが揃っていますね。こちらのエリアでは最後のお店になります。新店舗サルビア店のお店を右手に曲がると次の推し活のショップがあります。41店舗目にご紹介するのはドリームプレイスですね。オリジナルのグッズを作ることができます。トレカケースや交通カードへ直接のプリントアウトもできます。ポスターやアートキャンバス、マグネットなどいろんなものにプリントアウトすることができますね。一番の流行りはトレカケースのようで、アイコリューもトレカケースを作りました。コリアタウンに行く前に注文しておいて帰り道に寄るのがおすすめです。では先ほどの疎開道路に戻ってきました。左手に見えるのはテチョルはペコパ駅です。外から見るよりももっと楽しい空間が広がっています。サムギョプサルや豚カルビなどの食べ放題が2500円で楽しむことができます。その他にも単品メニューも楽しめるので、店内でゆっくりされたい方、インスタ映えの写真を撮りたい方はおすすめのお店ですね。
土曜日や日曜日、祝日など休日に向かわれる方は予約することをお勧めします。今回100店舗のお店をご紹介するので、鶴ヶ島もほとんどのお店行けるやんと思うかもしれませんが、実はこれでも本当に厳選して厳選した100店舗なので、もっとたくさんのお店鶴ヶ島にはあるので、皆さんもぜひ開拓してみてください。またできるだけスムーズに道案内したいと思って、このルートとこのお店たちになっているので、今回ご紹介できなかったお店もあります。向かい側に見えるのは韓国一番街という韓国コンビニのようなお店ですね。外から見るよりも本当に品揃え豊富で、韓国の最新商品なども入っているお店です。こちら手前には鶴橋クラスがあります。鶴橋では一番大きいスーパーになりますね。他のスーパーでは売っていない韓国アイスクリームなども購入することができます。韓国アイスを入れ始めた時期に比べると今安くなっているので、今がお買い得ですね。韓国のコンビニ CU で売っているような商品も直接入っているので、韓国コンビニに来たような気分になれます。ビヨットの種類も豊富ですね。個人的にはピンク色のデザインのビヨットが好きですね。次にご紹介するのはトーストカフェのモコチです。韓国屋台トーストが500円台で店内で食べることができるので、鶴橋の食べ歩きで言ってもコスパ最高なお店ですね。トーストって普通に食べれるやんと思うかもしれませんが、本当に韓国トーストの独特の味が楽しめるので、ぜひ行ってみてください。アイクリーおすすめはチーズがたっぷり入ったトーストがおすすめです。お次は横断歩道を渡ったところにあるヨプトッポッキです。韓国ブランドでカスタマイズできるトッポッキのお店ですね。今回アイクリーはコリアタウンの方に進みたいので、このまま疎開道路をまっすぐ進みます。今回100選にすることによって、鶴橋駅周辺の焼肉通りのお店と、先ほどのヨプトッポッキの方の道にもたくさん韓国料理屋さんがあるのですが、そちらの方もご紹介できないのが残念です。ファイブホテル大阪の手前にはチンチャというトッペギ専門店もあります。その奥にはホープというドラッグストアもありますね。韓国コスメや雑貨なども売っています。こちらの向かい側には、以前カフェだったりチーズドッグやチーズボールが売っていたお店の後にカフェグレーができていますね。その隣は元テチョルはペコパ池だった場所に、今セルフ写真館ができています。またデザートのいちご飴やマカロン、ニューヨークロールなどが売っています。営業時間が不定期ではありますが、プサンホットクというシアホットクが食べれるこちらのお店もおすすめですね。昼過ぎの時間だと食べれるかもしれません。詳しくはインスタグラムをチェックしてみてください。プサンの現地で食べるよりも美味しいプサンのシアホットクを食べることができます。その奥には新しくできたベーグルの専門店があります。コリアタウンでなんでベーグルと思うかもしれませんが、韓国で今ベーグルのブームが来ているので、ベーグル専門店ができましたね。あと少しでコリアタウンの入り口に到着します。向かい側の韓国コスメサミも有名ですね。最近気づいたんですが、お好み焼きの風月って鶴橋の風月だったんですね。以前は青空店でしたが、今は建物が建っていますね。韓国コスメが少し安く購入することができます。最新のコスメというよりも、みんな大好き定番のアイテムをたくさん品揃えている感じがしますね。向かい側にはインドカトゥーンという写真映えな 2D カフェがあります。インドカトゥーンの上にはサンサンテーというサムギョプサル食べ放題のお店がありますね。格安の値段で食べ放題をすることができます。お次は最近オープンしたばっかりの推し活ショップですね。ポップジャムをご紹介します。店内ではカスタマイズのイニシャルキーホルダーやモール人形を作ることができます。
ついに大阪コリアタウンの入り口までやってきました。チャンネル登録よろしくね。コリアタウンに到着するまで今現時点で55店舗をご紹介しました。このお店は行ったことあるな、もしくはこのお店はまだ行ったことないな、初めて見るなっていうお店もあったかと思います。ぜひコメントで教えてください。コリアタウンの中でも皆さん意外とこのまままっすぐ進んで折り返して帰ってくるだけみたいなことをしていませんか。今回は左に曲がったり右に曲がったりいろんなお店をご紹介します。コリアタウンといえばまずはジョンロハットクですね。ジョンロハットクで購入したものもネネチキンの店舗で食べることができます。2階に上がってゆっくり食べることもできるので雨の日などは中で食べましょう。サミのショップもコリアタウンの中にありますね。靴下などはやっぱり安いので夏用の靴下を探している方はぜひ寄ってみてください。向かいのカンラブも結構長く営業されている韓国靴下のお店ですね。お店の奥の方には韓国コスメも売っているのでチェックしてみてください。こちらでは1足199円、5足で950円税込みで販売していますね。ハートやスマイルなど可愛い柄のポップな商品が並んでいます。通りを左手に曲がると鶴足の食べ歩きに欠かせないお店があります。コグマパンのお店ですね。コグマは韓国語でさつまいもという意味です。鶴橋の定休日についてよく聞かれるのですが、火曜日と水曜日が多いですね。お店に初めて来られた方だったらこぐまパンがおすすめですが、アイコリューの最近のお気に入りはじゃがいもパンですね。土曜日日曜日限定で韓国伝統の昔ながらの蒸しパンソルギが売っています。こぐまパンは1個税込み330円とお手頃価格ですね。自分用にもプレゼント用にもちょうどいいのでおすすめです。右手に見える建物の1階はトフサンシッタンです。鶴橋のフードコート的存在ですね。営業時間は意外と短いので、平日は3時まで、土日は4時ぐらいまでには入りましょう。まっすぐ進んでいくと61店舗目にご紹介するのはフンブとノルブです。こちらでは100円キンパやヤンニョムチキンの棒、トルネードポテトやトッポギまで食べ歩きメニューがずらっと並んでいます。食べ歩きメニューでちょこちょこ少しずつ食べたいなという方におすすめですね。お次にご紹介するのはジョンの屋台村です。向かいには麦の家という大人気のキンパ専門店があります。クッパ専門店のオジェッパメも人気ですね。 Google マップでは営業時間5時までとありましたが、結構早めに閉まってる印象なので行きたい方は早めに行きましょう。よくアイコリューにおすすめのキムチのお店を教えてくださいというコメントがよくあるんですけども、アイコリューは韓国本場の味が好きなので高田商店でよく購入します。ニンニクやイワシエキスなどキムチのヤンニョムの素材をたっぷり使ったキムチです。ここでは白菜キムチ以外にもネギキムチや細切り大根のキムチなどいろんな種類があるので、韓国の味を楽しみたい方はぜひチャレンジしてみてください。一つ目のコリアタウンの門を左手に曲がると何があるか知ってますか？韓国カフェがいくつかあります。コーヒーやスイーツが美味しくて人気のアワログコーヒーも人気ですね。その奥にはトゥンカロン専門店のマカプレッソがあります。韓国のイッソンドンに来たような雰囲気のカフェですね。このまままっすぐ進むと韓国の雑貨屋さんが出てきます。韓国の百貨店ドヒョンデなどにも出店するぐらい人気のアーティストたちの作品を集めた完成空間というお店ですね。店内でインテリアの雑貨やマウスパッドやマスキングテープなどを購入することができます。この奥にはセールイベントをされているカフェティアモがあります。イベント情報や店内のスイーツなど最新メニューについてインスタグラムの方で確認できます。まだ行ったことないですが、ヨネチキランドというお店もできているみたいですね。飛び飛びにはなりますが、いろんなお店がちょっとずつできているので見るのが楽しいですね。左手に見えるのは土日祝日限定のお店、モヤンは日本語に訳すと漬けといったものでしょうかね。
丸や三角、四角などをイメージにドリンクやデザートが構成されています。メニューを見るのが楽しいお店ですね。向かいにはクロワッサン専門店で人気のアンドができています。名物のシンデレラクロワッサンは早めに売り切れることがあるので、購入したい方は昼前に行くのがおすすめです。意外とコリアタウンの奥の方にもいろんなお店ができているので、皆さんぜひ開拓してみてください。最近気づいたのですが、その奥にも新しく飲食店ができていますね。メインの通りに戻ってきました。先ほどは左手の道をご紹介しましたが、今度は右手の道をご紹介したいと思います。少し歩いて右手に見えるのはステッカー専門店ですね。ティッカーティッカーですね。店内には壁一面のステッカーが並びます。店内にはストレートキッズ、 BTS、 シャイニーや B2B、 ガールズグループでもブラックピンクやイッチーやニュージーンスなど幅広いアイドルのステッカーが販売されています。その他にも今時のおしゃれなデザインのロゴステッカーなども販売されていますね。スーツケースや持ち物などいろんなところに貼れるシールがいろいろあるのは面白いですね。このまま進んでいくと次のお店は MJ キムズコーヒーですね。推しのアイテムを作ることができます。プリントラテをすることができたり、ボトルなど幅広い商品を作ることができるみたいですね。その奥にはキムチの長谷川というお店がありますね。キムチだけでなく韓国お菓子やラーメンも購入することができます。メイン通りの一つ目のコリアタウンの門をくぐるとテウォンのお店が出てきますね。こちらではソットクソットクやヤンニョムチキンなどいろんな商品が並んでいるのですが、アイコ流のお気に入りはレモンスカッシュです。生搾りのレモンを食べてビタミン C 摂取大事ですよね。日が暑くなってくるので熱中症対策をしながらつる足を楽しんでください。右手に見えるのはホルモン焼きのお店が2店舗並びます。最近のつる足ではホルモン焼きと一緒にビール片手に食べている方が多く見受けられますね。1カップ300円と500円、格安の値段で楽しめるホルモン焼きもいいですね。その次にご紹介するのは徳山商店です。お餅専門店だった徳山商店ですが、今ではチヂミやトッポッキ、鉄板で焼いた出来たてのチヂミを食べるブースもできています。右手に見える新安寿の2階には S プラスカフェバーというお店がありますね。店内はこじんまりしているんですが、店内雰囲気がおしゃれな店とスイーツが本格的なお店なので人気のお店です。80店舗目ご紹介するのはコスパ最高な韓国靴、文具、雑貨が購入できるポッポです。土曜日日曜日はリーマートの前で出店をしていますが、基本は店舗自体はリーマートの2階にあります。他のお店ではまだ見たことのない商品が定期的に入れ替わっているので、いつ行っても楽しいお店ですね。クロックスなどにつけれるこちらのピンは1個100円で購入することができます。華やかなものでも200円で購入することができるので、ちょっとした気分転換にちょうどいいですね。お次のお店は向かい側の山亀商店です。いろんな商品のバラ売りなどもあるので、ちょっとずつ買いたい方におすすめのお店ですね。こちらのお店ではタルゴナも購入することができます。山亀商店とリーマートの方まで来ると、鶴橋コリアタウンの半分以上、3分の2ぐらいは歩いてきたかなと思いますね。最近コリアタウンの食べ歩きで人気なのはシンジョントッポッキ、
昼前から昼過ぎだと本当に行列ができています。 JR 鶴橋駅付近にも店舗があるのでそちらで食べれますね。韓国のアングトンで売っているウンチパンと同じ味が楽しむことができます。味はチョコとあんこがありますね。お次は写真映えするマカロンを購入することができるココマカロンです。お次にご紹介するのは斜め前の蔵元商店です。ヌビバッグや韓国の伝統魚などが売っていますね。その奥には大人気山田商店があります。キムチの種類が豊富なのと日本人向けに甘めのキムチなので食べやすいです。アイクリは辛めのキムチが好きなのでキョンジュ商店など韓国の辛めのキムチを購入しています。こちらの2個目の門を右手に曲がると皆さんがまだ行ったことのないお店があるんではないでしょうか。先にご紹介するのは福一というお店ですね。こちらではサクッともちっとしたチヂミやプルコギ定食など1000円台で食べれるお店です。その奥にはキムチの山田商店が営業する山田食堂があります。安く美味しく食べれるので結構並びますね。アイクリューがおすすめなのは1人前から食べれるナッコプセです。ランチなのに600円台から楽しむことができます。山田商店のキムチをいろいろ楽しむことができるのでいいですね。このまままっすぐ進んでいくとアリランホットクが出てきます。チーズハットクやチーズボール、ゴグマパンやホットクなど購入することができますね。向かい側には小学校をリノベーションしたイクノパークがあります。中には飲食店やカフェなどがいくつかあります。気になる方はぜひ行ってみてください。今回ご紹介するのは喫茶みゆき森ですね。鶴橋の雰囲気とはまた違ってゆっくりできる空間なのでお友達とゆっくり喋りたいなという方はこちらもカフェもおすすめです。チャンネル登録よろしくね。鶴橋コリアタウンおすすめ100選残りあと10店舗となっています。コリアタウンの門を左手に曲がるとこちらの方にもいくつかお店があるのでぜひチェックしてみましょう。次にご紹介するのはブラックタイガーです。タピオカ専門店のお店ですがこちらは推しのカップ4をもらえるということで人気ですね。お隣の笑顔の豚はいつ行ってもランチ価格で食べることができます。アイコリーおすすめは海鮮チヂミです。右手に見えてくるのはハングルバンという韓国の文具店ですね。向かい側には流れる千年というお店があります。1階には韓国の伝統的な雑貨、2階にはカフェがありますね。韓国歴史ドラマに来たような雰囲気感のある建物です。少し奥に行くとコチャドカフェというカフェがあります。推しのキャラクターもチョコレートでプレーティングしてくれるのでおすすめです。左手のカルビハウスも地元の方々に愛されているお店ですね。チャンネル登録よろしくね。コリアタウンのゴールが目前にやってきてます。もしお手洗いに困ったらこちら左手に曲がって公園が出てくるので公園のお手洗いがありますね。こちらからは鶴橋の食べ歩きメニューが購入できるお店が並びますね。トルネードポテトや10円パン、いちご飴などが販売しています。最近の小学生にはスイカゲームが流行っていて10円パンがスイカゲームのデザインになっていますね。右手の建物2階には香港飯店があります。韓国中華店でアイクリューのおすすめはチャジャンパプがおすすめです。95店舗目にご紹介するのはキムチの放念です。お店に並ぶほとんどのキムチの味を楽しむことができるので1000円でコスパよく食べることができますね。
チャンネル登録よろしくね。お向かいにはのりちゃんというお店があります。食べ歩きの海鮮チヂミが特におすすめです。皆さん100円のヤンニョムチキンの串で有名なお店ですが、アイクリのおすすめはこちらの海鮮チヂミです。桜エビが入ったこちらのチヂミは他のお店とは違うここだけの味ですね。のりちゃんのお店の角を曲がるといろんなお店が出てくるので、ぜひ行ってみてください。こちらまっすぐ進んでいくとチョコミント専門店のラブミントが出てきます。その1階には韓国雑貨が売っているココリ屋さんがありますね。この奥に進むとワッペンショップのデコランドが出てきます。こちらのお店は子連れさんが多いような印象ですね。このまままっすぐ進んでいくと、もうすぐでコリアタウンの出口に近づいてきます。ここからはキムチの専門店がずらっと並ぶので、自分好みのキムチを探してみるのもいいですね。この奥には韓国ブランドのワッフルカーンやミョンドンのひよこキンパなどがあります。99店舗目にご紹介したいのはキンパ専門店のマリマリですね。店内は韓国レトロ感の感じられる雰囲気のインテリアです。キンパ1本注文しても満足できるお店なので、ぜひ行ってみてください。99店舗まで来ました。最後の100店舗目はどこでしょうか。このコリアタウンの中からではなくて、最後はコリアタウン出たところにあるテバギというお店ですね。一人で行ってもサムギョプサルを1人前から注文できるので、おすすめのお店です。お一人で鶴橋に来られた方はぜひ行ってみてください。チャンネル登録よろしくね。最後に今回ご紹介した100店舗のスライドをご紹介します。今回の動画で気になったお店や行ってみたいお店など見つかった方はぜひコメントで教えてください。また今回ご紹介した100店舗は鶴橋駅からコリアタウンまで来る道で一番スムーズにご紹介できるお店だけで選んだお店なので、また機会あれば焼肉通りや鶴橋商店街の本通りなどいろんなお店をご紹介していきたいと思います。また今回できる限りお店の店舗名や営業時間など最新情報で動画を作っていますが、記載情報に変更がある場合もあるので、気になったお店はインスタグラムやホームページなど Google マップなど最新の情報をチェックして行ってみてください。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をしてアラームをつけると、ライブをするときにすぐ気づくことができます。ソウル旅行や釜山旅行など動画まとめで見ると分かりやすいので、ぜひチェックしてみてください。ヤフーニュースも書いています。ヤフーニュースでは韓国のたった1分韓国語シリーズも書いています。メンバーになりたい方は概要欄からチェックしてみてください。アイクラ U のメンバーになると過去のライブを見ることができたり、 Google マップのお得な情報もチェックすることができます。アイクラ U から YouTube、Instagram などいろんな情報を聞きたい方は iPurpleU メンバー登録の上、 Instagram の DM をお願いします。では次の動画かライブでお会いしましょう。バイバーイ。